え、何これ面白いのこれ。これですね。あ、質問にはいかいいえで答えていって、うん、自分がどのメンバーと似ているか占えるの。すごくない？あ、そういうことね。はいはい、わかったわかった。それはまあ楽しいな。ピンキーやってみな。いいよ、誰もピンキーのこと知りたくないじゃん。やってみようよ、絶対楽しいって。いや、もうミス何、あの、誰と一緒だったの結局。あ、まだやってないんです。やってないんかい。見て、面白そうだなって思ったの。あー、そう、じゃあさ、あの、ピンキーの前にとにかくミスヒナやってみようよ。はい、これ次のこのページに、あ、誰、あ、なるほどね、こうなってんだね。あ、じゃあさ、ミスヒナ誰になりたい、誰と一緒がいいの。やっぱ女子組かな。でも男子だとユアン君とドノクさんかな。あれ、ドノクさん、え、ドノクさんいつも死になったの。ミスヒナ原神でしょ。プロフィールのあそこのちっちゃなところに原神って書いてあっただけで、もう推しになったの、ドノクさん。はい、あ、まあね、ドノクさんいいですよね。じゃあ、やっていきます。あ、じゃあ、はいはい、じゃあ、行きますよ。外で遊ぶのが好きか、はいか、いいえ。あ、はい、じゃあ、どっち。私はいいえです。いいえ、だから青ね。自分は引っ込み思案なタイプだと思う。はい、これはいでしょ。だってミスヒナは目立ちたくないんだもんね。どうやって目立たないで生きていくかをね、考えてる人だもんね。宿題は帰ってすぐにする。いいえ。え、でも、あ、まあ、原神ちょっとやったらやってるよね。そうそう、体育の授業には自信ない。みんなが喜ぶならついつい話を持ってしまう。あ、これ、え、これ、え、ちょ、意味わかる？話を盛るって、話を盛るっていうのは、だからエグザゼレイト、あの、なんていうの、話を大きくしちゃうってこと。だからちょっと大きく自分を見せちゃうみたいな。あ、ある？ない？ある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 。え、ミスヒナあるかな。いや、でもちょっとちょっとはあるか。ちょっとある。ちょっとはね。じゃあ、私は G でした。 G、 G 誰？ G 誰ですかね。いくよ、いくよ、じゃあ、いくよ。じゃあ、いきます。 G は、あのね、まず女子組じゃなかった。ごめん。で、ユアン君でもドヌクさんでもありません。でもね、あの、ピンキーはミスヒナこれでなんかね、すっごく嬉しい。ナオキリ？あー、ナオキリもいいよね。いや、なんでタツンで嬉しいの私。ヒロ？ヒロ？違う。え、ちょっと待って。じゃあパパ？違う。え、こんなに外れるもん？え、ちょっと待って。うん。ウリ？あ、もう、あのね、せ、モフ？そう、モフ、さんつけましたよね。大先輩ですからね。皆さんね、お姉さんお姉さんですよ。はい、ということで、ミスヒナはこちらですね。ミスヒナのタイプは、G、モフタイプ。あふれるサービス精神が魅力。やっぱ最後のとこじゃない。最後の質問でこれになったんじゃない。バランス感覚が良くて親しみやすい。うんうん。ああ、そっか。じゃあ次、ピンキーもね。いや、やるよ。もう今日一無駄な情報になると思うけどね。では、ヒナがやるね。ちなみに、うん、ピンキーは誰になりたい？あ、いや、まあ、一応ほら、ピンキーアーティストじゃない？音楽家だから。でも、うん、本当に自分のタイプであってね、まあ。あ、そう、もちろん。ママじゃない。ピンキーやってね、やってね、はい。まあ、で、じゃあ、ちょっと待って、聞かないの？私が誰になりたいか。え、だから、ウリ君でしょ？いや、言ってないよ、まだ。ええまださ、ピンキー、音楽家なので、までしか言ってないよ。でも、それ、ウリ君。まあ、じゃあ、じゃあ、行きますよ。はい、じゃあ、ウリ君と一緒だとね。じゃあ、外で遊ぶのが好きでしたか？外で、あのね、いや、あと、こちらのことは、今ね、もう、今ね、もう、今ね、いい家で、はい、行きましょう。じゃあ、友達100人できますか？いえ、友達はもう、1人か2人で十分でございます。夜更かし大好きです、夜型です、ピンキーということで、すぐに寝られないだね。いや、私と同じだ、私と同じ。ってことは J J ですね。待って、ウリ君かどうか教えて。ウリ君では絶対ないよ。え、違うの？うん、J 誰だ。ピンキーの好きな方です。え、ピンキーが好き。ピンキー全員好きだよ、箱推しですから。では、え、タツンとか言わないでね。タツンです。マジで、待って待って、タツン、ちょっと待って、タツンだけはやめてよ。タツンです。だってさ、ガチャもタツンばっかりで。いや、でもタツンか。いや、でも俺もタツン、すっごい気合うと思う。あのね、マジか、人とは違う個性的、確かにピンキー個性的な個性的なところが魅力。ひたむきに努力できる集中力の、あー、まあでも書いてあることはすごくね、褒めてくれてるから、タツンか。いや、確かにな。いや、あのね、否定しません。いや、これ結構当たってない？楽しい。いや、これ結構当たるね。いや確かに盛り上がる。いや、まさかのタツン、ウリさんでいてほしかったな。
でもね、ぜひね、皆さんもね、友達やカラピチファン同士、そしてご家族とね、一緒にやってみてはいかがでしょうかね。みんなの診断結果もぜひ教えてね。知りたいね。マジですよね。うん、カラピチファンはね、もうどのメンバーと性格が似ているかっていうのもね、もしかしたら推しかもしれない。あ、そう、推しだったらすっごい嬉しいよね。で、推しじゃなくても、あ、こういう一面私僕あるんだってね、わかるから、これね結構当たるよ。みんなやってみてね。ではまたお会いしましょう、はい、ではご一緒にまた遊ぼうね。 See you, bye。 またね。はい、5秒。8の声、8の声。お、すごいすごいすごい。10秒。おI'm not afraid to die.